さまざまな形で私たちの生活を支え、時に心の安らぎやワクワク、ひらめきを与えてくれる海。そんな海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げるのが海と日本プロジェクト。今回ご紹介するのは、松江市役所で行われた海の民話の町認定書授与式。海の民話の町プロジェクトは海と日本プロジェクトの活動の一環として行われていて、日本中に残された海にまつわる民話を発掘してアニメーション化することで、民話に込められた思い、継承、教訓を子どもたちへつないでいこうというプロジェクトです。海の民話の物語をアニメーションにして、その子どもたちに海の学びを伝えていき、さらにはその自分たちの町を誇りに思ってもらえるような取り組みとしてプロジェクトが動いております。村は一体どうなってしまったんだろう。こちらは2019年度に海の民話の町に認定された愛媛県松山市のアニメーション。なんじゃあれは。おっきな樽。おーい。松江市でアニメーション化されるのは三保の関に伝わる民話、恵比寿様と鶏。毎日伊谷神社の美しい姫神様に会いに行っていた三保神社の恵比寿様、お勤めのために戻る時刻を知らせるのは鶏の鳴き声でした。しかしある日、鶏が時刻を間違えて鳴いてしまったのをきっかけに、ストーリーは急展開します。もともともう物語として結構コミカルなお話でもあるんで、より子どもたちが集中して見られるように、とてもなんか、見やすく面白く作れたらなと思ってます。これを機にまた三保の関というところをですね、また一段といろんな形で、PR やっていければ大変ありがたいなというふうに思ってます。このアニメが多くの子どもたちにとって海にまつわる民話に触れるきっかけとなってほしいですね。海と日本。